ございます。ジャストカー株式会社代表関正樹です。前回ね、イスラム国はもう成功するかもしれない、はい、なぜかって歴史の流れから見て、はい、革命っていうのは辺境で起こる。辺境で、まあ確かにイスラム、あのイスラム世界は辺境の地域で、でそのどういう革命かって宗教革命なんだよね、はい、宗教、僧による革命なんだね。で、その革命によるものっていうのは世界の最先端に実は行っている、はい、当時ロシアがそうであって、労働者の時代っていうのはもう最先、世界最先端だった、はい、それは革命によってなされた、うん、で、世界の中心の覇権握ってる国っていうのはそういうあのなんか新しい勢力、新しい時代の流れっていうのはなあのな内部浸透というか取り込みによって行われていく、はい、要は商人があの肥大化するこの 経済システムを自分じゃ操れなくなったから、うん、専門的な労働者にどんどん任せて結局奪われてるというような形で、はい、今労働者の時代だよ、はい、ということ でこれから見ていくと世界は宗教とか精神性の時代に変わっていくよ、はい、でもう日本で もうそれはもう今ねおそらく労働者の時代の頂点だね。日本は頂点で、はい、これでドラマなんか見るとさ、はい、もうこのどれだけほんの職業的な倫理観を持ってるかすごいことやるかっていうのはそんなドラマばっかり、うん、この間ナポレオンの村っていうのあったけど、はい、そんなドラマ要はこれがもう仕事をどうやるかっていうのはステータスなんだ、はい、うん、でこれで実はまあどうもそれにも飽き飽きし始めてるんです。仕事イコール自分みたいな世界にもう人間が飽き飽きし始めてだんだんね、はい、でもうだんだんこれから精神性の世界に変わっていくと思うんだけど、はい、でまあ、今回のテーマはそれがどういう宗教どういう精神性どういうものを価値観を置くかっていう話なんだけど、はい、で今まで信奉している宗教っていうのはおそらくダメだと思うね、はい、今までのってことですね、うん、そうそう、はい、でこれはこれ宗教団体を返さないで個人のうち、自分の心の声みたいなものに従っていく、はい、こういう性質になっていくので、スピリチュアリズムっていうのはスピリチュアルっていうのは発展していくけど、こっちは多分廃れていくね。うーん なぜだと思う。なぜか、なんでなんだろう。おそらく人類ってだいたい20歳ぐらいになってるんだよ。20歳ぐらいになり始めた、はい、うん、だ時に親父の言うことを、はい、こうなんていうかな、親父に従う、素直に従うってできなくなるんだよ。現在宗教との母権に対するこう、うんうん、宗教、まあ、神って言ったこと多分おそらく男性的なものを思える、うん、はい、で、いや親父の小言みたいなもんなんだこれは、はい、今までの終点10回なんか特にそうだよ、はい、うん、でとその神との関係が対等になってきてるんだよね、はい、20歳ぐらいになると親父に対してはこう対等に口聞けるようになるから、はい、そうするとわざわざこのこっち、まあ、ただ精神的に未熟な人たちは多分こっちにハマってる、うん、まあ多分ここら辺のイスラムを信奉する人たちはまだここのレベル、はい、で成熟してる先進国の人が多くはこっちだね、うんうん、自分の心 を通じてこの神の世界とこう対話するというか、うん、対等だからこっちはもう廃れていく、うん、でこういう世界に変わっていくんじゃないかな、うん、でこういうゲートができるとあれだよね、まあ、時代に乗ってるというか、はい、なってくると思いますよ、はいはい、どうもありがとうございます。ありがとうございました。